ね、彼の投手のコメント見てると2つ間違ったというところでしっかり分かっているピッチャーですね。コースの高さが2つ間違うと打たれるということを分かったというコメントが残したので、はい、こういう形で真っ直ぐでバットを空を切らせました。148キロの真っ直ぐです。まずは先頭の谷川奈、空振りの三振に打ち取りました。いや、いいボールですね。いいボールですね。いいボールですね。はい。さあ、ツーツー。見逃しの三振。最後はまっすぐ。手が出ませんでした。手が出ませんでしたね。はい。いろいろあると思いますからね。はい。そういうことからも、こういう紅白戦というところからもね、徐々にこう、プロっていうところにね、こう慣れていけばいいですね。はい。最後は外のまっすぐで空振りの三振、144キロのボールでした。ということで初めての紅白戦、ドラフト4位の坂東が2イニングスを、ね、厳しくいかないとっていうところですね。はい。ファーストゴロ打ち取ってピンチをしのいだルーキーの飯泉です。清宮選手がやったようなところが骨折してしまう、はい、そうですか。だからその時も中村のりですね、ああいうつけてやってたんで骨折したりとか、そういう選手がなるんじゃないか。